放送席、放送席、そしてペイペイドームのホークスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は投打のベテランお二人にお越しいただきました。まずは投のヒーロー和田毅投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日は相手エース山本由伸投手との投げ合いでした。どんな思いでマウンドに上がったんでしょうか。そうですね、オリックスに、ね、ずっと、今年連敗をしてましたし、相手の、山本君ということでね、本当に1点、勝負になると思ったので、自分がゼロに抑えればね、負けることはないという、そういう気持ちで投げました。その言葉の通り7回途中無失点、素晴らしいピッチングだったかと思いますが、振り返っていかがですか。そうですね、試合の前にね、拓也と、しっかりとミーティングをして、前回の反省も含めてね、いいリードをしてくれたので、抑えることができました。今日は味方の野手たちが非常に好プレーを連発して、松田選手も何度も救ってくれたと思いますが、そのあたり勇気づけられた部分もあるんじゃないでしょうか。そうですね、本当にね、いい当たりをね、全部アウトにしてくれましたし、本当にね、チーム全体でね、今日は絶対落とせないっていうのをね、自分も感じながら投げてたので、本当に勇気もらいました。一つ気がかりなのは、7回途中降板した際に足を気にする仕草もあったんですが、そのあたりはいかがですか。いや、もうちょっと恥ずかしいんですけど、ちょっと軽く足がつってしまいました。はい、なんてことない、はい、申し訳ありません。では次回の登板も問題ありませんか。そうですね、はい、あのままね、投げ続けることも、全然問題なかったんですけども、特にね、松田マッチからね、40歳なんでやめとけって言われましたんで、はい、やめました。ただそれでも今シーズン初勝利、そして今お話になりましたが、40歳になっても初勝利、ホークス球団では40代で勝ち星を挙げたのは和田投手で3人目ということなんですが、そのあたりはいかがですか。そうですね、それだけね、長く、野球をね、やらせてもらっているということなので、40になってますけどね、もっともっと変わっていきたいなと思います。シーズン前には40代で2桁勝利を挙げるという目標も語っていたかと思いますが、今日が初勝利、今後も多くの勝ち星期待されると思いますが、そのあたりはいかがですか。そうですね、今日のような、ね、粘り強く、粘り強いピッチングをしていけば、必ずチャンスがあると思うので、今日のようなピッチングが次回も、できればいいなと思います。では次回以降へ向けて、そしてファンに向けて力強い一言お願いします。はい、そうですね、本当に今日のような、ピッチングができれば、勝つチャンスは、本当転がり込んでくると思うので、今日のような投球ができるように頑張りたいと思いますし、今日、熊本地震から、で5年目なので、本当に今日は絶対、九州のチームとして絶対勝ちたかったので、本当に今日のはいいゲームができて本当に良かったなと思います。ありがとうございました。まずは当のヒーロー和田毅投手でした。続いて打のヒーロー、先制タイムリー含む3安打、松田宣浩選手です。ナイスバッティングでした。はい、どうもありがとうございました。2回の先制の場面なんですが、バント失敗でチャンスもついえたかに見えた場面で回ってきました。どんな思いで打席に入ったんですか。はい、相手の山本投手ね、前回もやられてますんで、本当にワンチャンスしかないと思って集中してね、もうバット折れてでもね、タイムリー打てて本当に良かったと思います。今ありましたように、バットは折られましたけれども、執念で持っていったような打球だったと思います。手応え含めいかがだったんですか。いや、打った瞬間バットは折れたんですけど、ヒットゾーンに飛ぶなと思ったんで、僕らしい当たりかなと思います。その後も山本投手からヒットを打って、山本投手から3安打、非常に今後へ向けて状態も上がっていくきっかけになるんじゃないでしょうか。はい、本当にね、いい投手から、今シーズン初めて、3安打打つことができて、はい、今日みたいな形をね、また明日からも継続できて、やっていきたいなと思います。それから和田投手のお話にもありましたが、今日は好プレーが3つほどありました。
そのあたりも大きな貢献だったんじゃないですか。はい、野手はね、本当ピッチャーのね、打ち取った打球っていうのをね、一生懸命アウトにする、そのために練習してるんですけど、今日和田さんね、練習前にね、2人でお風呂にね、浸かる時間があったんですけど、本当に体温めてたんで、本当に今日勝たせてあげたかったなっていう思いがあったので、こう2人でね、こう立ち台立てて本当に幸せな一日になりました。確か去年もお二人でお立ち台に上がった機会があったかと思いますが、やはりベテラン同士そのあたりの意識っていうのはあるんですか。はい、やはり本当和田先輩40歳でもすごく練習しますし、意識が高いんで、僕たちもねまだまだね野手陣も負けてられないという思いで、ベテランの力というのをねまたこれからもね、見せていけたらいいかなと思います。それでは今年もホークスファンはいつもの増田選手の言葉を待っていますので、お預けしてもよろしいでしょうか。はい、それではコロナ禍ですけど、ワンツースリーマッチで締めたいと思います。じゃあもうワンツースリーマッチするんで聞いといてください。いいですか。できます。ワンツースリーマッチ。どうもでした。また、まあ、今日はワッチとマッチのねツーショットという形になりましたけどもね、まあ40歳以上のこの勝利、3人目という話があったんですが、かつての今井雄太郎さん、